はい、今日は自宅でできる腹筋をやります。やり方ですけども、まずは仰向けに寝まして、膝を立てます。そして手のひらを太ももに当てて、息を吐きながら手のひらを膝の上まで持っていくイメージです。これ最初できないと思うんですよね。できるところまででいいです。一番上までこう行けばいいですけど、行かなかったらもう途中でもいいです。でポイントとしては、息をしっかり吐きながらゆっくりゆっくり吐いて戻す。勢いをつけないっていうのがいいですね。勢いはつけない。そしてよいしょ、膝を立てて、行ってください。腹筋でした。